埼玉県入間郡のハニー入間郡は埼玉県の郡。人口84,335人、面積8 9 7 9トル、人口密度939人、軽平方メートル。以下の山頂を含む。上記の山頂以外では、現在の行政区画では概ね以下の区域に相当する。高来郡から編入された地域は、当該項目を参照。 以下の地域は隣接する軍から東軍に編入されている。以下の地域は東軍から隣接する軍に編入されている。七世紀頃に武蔵国の軍として成立。交通路として古代の関東東三道武蔵城の枝道、イルマ路が整備されていたほか、イルマ川及びその支流の水運も使用していた模様である。万葉集巻14東歌 三千七百七十八番に、イリマッチのオホヤワが、ナミリョウノウ、イハタメトリョウこのカバーヤツリュウヤツリュウアミナタカナメソショウ、がある。現在、イルマは、イルマと読むが、古くは、イリマと発音していたことが知られる。群画は、現在の川越市にあったものと見られ、道志大技的とば地蔵堂の霞ヶ関遺跡が、群画跡であろうと考えられている。七百十六年。 朝廷が、駿河など7カ国に居住していた、旧高栗の移民1799人を武蔵国に移し、高麗軍を設置。この際に、入間軍域の西側の一部を、高麗軍域に当てたものとみられる。高麗軍は、律令政下では、小郡に分類され、二号のみであったものの、中世以降高麗軍域が東側に拡大し、江戸時代には入間川が、 イルマ軍と高麗軍の境界となっていた。また758年、朝廷は帰下白木僧32人に2人、男19人、女21人を武蔵国の空いた場所に移した。その場所が後に、白木軍、さらに、新座軍となる。同軍の軍域はイルマ軍の東辺の一部を咲いて設けたものと見られ、軍内は、四季里とあまりとのみの将軍であった。 833年、多摩郡との境に秘伝所が設けられた。中世以降、イルマロは、鎌倉街道上道の本堂となった。和名類受賞に六郷を呼び、軍化郷と余り土里が記されている。否定は、日本歴七名体系による。1、川越町に、吉野村3、古屋村4、南古屋村5、千葉村6、高海村7。 福岡村8、大井村9、鶴瀬村10、南畑村11、宗岡村12、水谷村13、三好村14、柳瀬村15、松井村16、富岡村17、所沢町18、小手差し村19、三ヶ島村20、現佐山村21、宮寺村22、金子村23、東金子村24、豊岡町25、 藤沢村26、入間村27、堀金村28、福原村29、奥富村30、入間川村31、日東村32、大田村33、田面沢村34、山田村35、三好野村36、勝路村37、坂戸村38、日西村39、大谷村40、川澄村。 41、諸村42、滝野乳村43、小瀬町44、梅園村51、明細村52、鶴ヶ島村53、高萩村54。 駒川村55、高麗村56、東後野村57、霞ヶ関村58、柏原村59、水府村60、玄梶寺村61、加寺村62、生命村63、反応町64、原子城村65、南高麗村、A 東組合村、B 山口組合村。ありがとうございます。